四季島勝生は、千葉県船橋市出身で道の区部屋所属の元、大相撲力士。本名は、吉志高堂。現役時代の体格は、身長184センチメートル、体重187キログラム。血液型は AB 型。最高位は、西前頭筆頭。特異種は、左四つ、より。現在は、年寄り、裏風。 千葉県立船橋小和釜高等学校時代は、柔道部に所属していた。知人の紹介で竜田川部屋に入門し、高校卒業直前の1989年、1月場所に本名である、吉種で、初土俵を踏んだ。一場所後に入門した弟弟,弟子の豊桜と共に、竜田川部屋の新鋭として周囲から期待され、幕下上位でやや足踏みをしたものの、 入門から約4年後の1993年5月場所において新十両に昇進し新十両を機に仕込めを四季島と改名した。しかしその5月場所では3勝12敗と大敗し翌7月場所に幕下へ陥落した。2場所後の同年11月場所で再十両を果たすと1994年3月場所 では十二勝三敗で自身初となる重量優勝を飾り、同年、十一月場所には新入幕を果たした。その後、一時は幕内と重量を往復していたが、九百九十六年五月に三回目の入幕を果たして以降は幕内に定着する。自己最高位となる西前頭筆頭まで番付けを上げた九百九十八年三月場所では四日目に横綱、 高野花を寄り切りで破り自身初となる金帽子を挙げ、翌5月場所10日目にも高野花を小手投げで破って2個目の金帽子を挙げた。しかし、幕内を通算28場所を務めた者の,の三役への昇進は果たせず、2000年7月場所では東前頭12枚目の位置で3勝12敗と大敗し、翌9月場所において10両へ陥落した。 2000年11月中に竜田川部屋の師匠である14代、竜田川が定年退職を迎えるため、同年11月場所前に、同じ時津風一門の道の久部屋へ移籍した。西十両5枚目の位置で迎えた2001年1月場所では、初日に死に敗れ、2日目からは、新機能障害のため休場した。 病状は重く突然死の危険性があり、幕下まで陥落した翌、3月場所でも全休せざるを得なくなった。続く同年、5月場所では日常生活では、問題なく生活できるほどまでに病状が回復した、ものの、相撲が取れないという状況には、変わりなく、同場所中に現役を引退した。引退後は順年より、四季島を襲名し、2002年1月に年寄り名跡、 立田川を暫定的に取得して、年寄り15代立田川を襲名した。年寄り名石の貸し借り解禁以降は順に、富士が、根、西木島、小野川、谷川、安治川を仮株で襲名し、2013年1月に、年寄り名石、裏風を正式に取得して襲名した。現在に至るまで道の区部屋の部屋付き親方として、更新の指導に当たっている。 相撲協会の業務では、九州場所担当を長く務めたが、2013年の職務文章で退任しており、2014年5月場所から2016年3月場所までは、主任の地位ながら、土俵下の勝負審判を務めた。2016年5月場所に定員に昇格している。四季島はユニークなコメントを多数残していることから、バウなどでもたびたび取り上げられ、 各界のコメント王と呼ばれる。クラブ系の音楽に非常に造形が深く、渋谷系力士の異名も取った。クラブに出入りするうちに、砂が辰つとの交流も生まれ、現役中より、DJ、四季島を名乗って、DJ としての活動もしている。また、そのような理由から力士としては珍しく、サブカルチャー方面の人脈が厚い。現役時には、 十文字やー放らたつた川ヘアの同僚力士と共にピチカート5が2000年に発表した DVD レディメイド TV ボリューム3のジャケット写真やタワーレコードの広告ポスターに登場したこともあるほかタワーレコードが発行しているフリーマガジンバウンスにエッセイを連載していた年寄り名西木島優元を襲名中だった2006年2月8日には渋谷オウエストにて アサちゃんが主催したアサちゃんブルーハッツの人よ限りのライブに司会として参加し、梅津和寺や小島真由美など総勢18人が参加した。そのライブの模様は2006年11月に真冬の夜のブルーハッツライブイン渋谷2006という題名で CD と DVD の双方で発表された。現在は音楽雑誌、ムジカにてディスクレビューを書いている。 音楽評論家の原田和則が二千十九年三月に発表した著書、コテコテサウンドマシーンでは著者の原田との対談において自身が DJ 業を開始することになった契機などについて語っている。二千二十年四月十七日にはソニーミュージックダイレクトのアナログ専門レーベルグレートトラックスのファンリクエストによるリリースプロジェクトグレートトラックスオーダーメイドバイナル 公式サイト連載企画の第6回に登場し、今作ってほしい大人の一枚について語っている。ありがとうございます。